シェルパチャンネル。で、そういうふうに考えてくるとね、だって我々伝統的に振り返、あの、教科内容を振り返らしてるじゃないかっていう、うん、そういうふうな思いに駆られるわけよ。というと。だって、中間テスト期末テストってしてるじゃん。定期テストのことですね。ああ、なるほど。あれは教科で教わったことを振り返って、まあ、生徒が振り返るだけじゃなくて、先生も、どのくらいどんな理解になってるのかなとか、からこれちゃんと書けるかなとかいうことじゃないですか。あれがなんか振り返りイベントなんだけど、案外振り返らせてるかとかなんとかっていう話の中に、その定期考査って出てこないでしょ、なんとなく別枠よっていうか、関係ないのよみたいな、なんかそれが僕はかなり不思議だなと思いますけど、そうですね。あと定期考査はもちろんあの振り返りっていうキーワードとは結びついてないなっていうふうに私自身の中でも結びついてなかったし、テストやったその結果をどう振り返りのだとしてどう使ってるかなっていうのをこう考えたときに、まあ、多くの生徒はなんか何点取ったみたいな、100点満点の自分の点数は何点だったとか、あと先生たちはもしかしたら平均点っていうんですかね、自分のこの A 組さんはこの中間考査は平均点何点だったとか、あるいは最高点最低点ぐらい見たりするのかな、まあ、なんかそのやっぱり結果としての点数を見てある程度できたねできなかったねとかっていうので終わっちゃってるっていうか、まあ、そうじゃない方もいるかもしれないけど、やっぱテストって思うと、まあだけど、やった後の話もすごく大切で、これも足りてないなと思うんだけども、生徒から見るとね、まあ明日テストだ嫌だなとか思うけども、でも一応準備するために、あの教科書をもう一度、最初その範囲を見たりすると、それは実質的振り返りですよね。あ、振り返り、こう、そうか、振り返ってますよね。勉強した内容を、振り返り。やった後で、いわゆる振り返りに当たるのもやってるかというと、それはやっていなさそうな感じがしますね。だまあ、とにかくそうやってね、まあ、もちろんそれで、もう明日テストだけど嫌だなってんで、もう寝ちゃおうって言って、何もやらない人もいる、から、まあ、それはしょうがないんだけど、しかし、まあまあ多くの人は、ちょっと、その夜遅くまで起きてて、なんか、前にやったとこもう一度読み直したり、まあ、それはどのくらい周到にするかは別だけど、まあまあ、ちょこっとやるから、まあ、教科内容の振り返りっていうのは、実はそういう機能は持ってるんでしょうね。そうすると、同じなんかことでいくと、あれですかね、小テストっていうか、単元テストとか、小テストみたいな、前にの時間にやったことを次の時間にテストしますよっていう、その復習小テストみたいなやつも、同じ感じだと振り返りっていうことになるんですか。だから振り返りって言ったっていいけども、むしろ例えば英語だと単語を覚えてきなさいとかってやって、でこっからここまでテストするよっていうの、単語帳とかのね、で、あれは振り返りというよりかちゃんとやれよっていうそっちの方じゃないかな。テストの波及効果としては勉強しなさいよ、波及効果というよりかは振り返るんじゃなくて、勉強をさせるための、振り返りって言ったときはやっぱりその、私だけのイメージかもしれませんけど、ある程度のやっぱり時間的なスパンがあって、ちょっとこうインターバルってこと、ちょっと経過してもまだ覚えてるかなとか、どれぐらい理解とどめてるかなみたいな、だから振り返りっていうのを使うときにはちょっとやっぱ時間的な幅があるものかなって思うときに、その定期テストをやっぱ現場の先生たちがもう振り返りっていう風になかなかこう言えない、パッて結びつかないのは、やっぱりその毎回中間テストとか期末テストっていうのが現状は何かっていうと、その振り返りっていうそのちょっとある程度時間の幅があって、でそれでまだ身についてなんかの教訓残ってるかなじゃなくて、結構やっぱ短期勝負で暗記大会みたいに、なんか毎回の、
定期テストがなってしまってないかなっていうのをちょっと今気が心配になりました。その一夜漬けとか前の日とかに必死に覚えてテストなんにかで、それ臨んで、でなんかまあ、頑張ればなんかできちゃうみたいな、やれちゃうっていうような状況にしているがゆえに、だから先生たちの中でも、それをやっぱ振り返りというふうな認識を、ご本人たちも、あんまり持っていないっていうことなのかなと。なるほど。例えば、1年後とか、経って、またもう一回、去年やった中間テスト、もう一回どうだろう、まだ覚えてるって、去年やったんだよっていうのを、やったときには、なんかそれってちょっと振り返りやってみ、してみようかと言っても、なんか別に言い方間違いじゃないなと思う。まあ、だけど、今の流行りって言葉いいか知らんけど、振り返りブームみたいなやつで言うと、やっぱりなんで定期テストがそこに外されちゃってるかっていうと、やっぱりさっき言ったように、教科内容じゃないことが多いからなんですよね。学習にどう取り組んだかみたいな。今の振り返そう、りってことなんです今のね。はね。そう。それで、私なんかは、真面目にやったかねとかいうことも、まあ大切ですけど、しかし、それは授業を、工夫することによって、まあ真面目って言葉じゃないけど、まあ熱中したちゃとんいとう取り組ませか、るとか。面白かったからやっちゃったみたいなことであれば、まあいいわけで、なんかそういう、自分を顧みて恥じるところがないかみたいなね、そういう路線の振り返りじゃない方が僕はいいように思うんだけど、で、そうで考えると、さっき言ったみたいに、教科内容の振り返りってどうやってやればいいのかなって考えてくると、あれ？待てよ、中間期末だよね、それはっていう。そうですね。そのね、中間期末どうやって使うかって話はちょっとぜひしたいなと思うんですけど、今の金谷先生のお話聞いてて、一個だけちょっと思ったのが、なんかこう、なんですかね、忖度っていうかね、その振り返りをしてもらいますよ、だから授業を真面目に受けるのよみたいな、なんていうんですかね、そういうふうに、先生たちはそんなふうに使うつもりないのかもしれないけど、授業の最後に振り返りで、その振り返りシートを提出させるから、だから授業をちゃんと受けるのよみたいな風な、なんかそういう間接的な、なんていうか、抑止力っていうのの プ逆レッかシな、ャー？みたいな風に、振り返りという5分間とか3分間とか振り返りシートっていうのがなんか使われるというか、生徒に対して、そういうなんか王道じゃない、生徒がしっかり集中する授業とか、ちゃんと楽しんで一生懸命参加する授業を教員がすればね、振り返り活動をやらせなくたって、ちゃんと50分間集中力を持たせて頑張るはずなんだけど、なんかそこをちょっと振り返りをさせるよっていうことを、なんていうんですかね、こういうのってね、なんか そういう、言葉が出てこないんだけど、餌じゃなくて、プレッシャーみたいなのにしといて、だから頑張るのよっていうふうに、間接的にプレッシャーにさせるみたいなふうになっちゃってると、本末転倒だなっていうのは、思いました。だけど、目的よりも中身で、私は強化教育だから多分言うんだろうと思うけど、なんか多くは態度問題になっちゃっているんで、その態度もいい態度の方がいいかもしれないけど、それよりかやっぱ強化内容が身についたのとかっていうことだろうと。なるほああ、ど。いうことで、それだったら、そんなに振り返らせたいくて、それがもし教科内容であるとするなら、とりあえずやらなきゃいけないことは、中間テスト、期末テストがよく機能してるかどうか、ということで、そうじゃなければ、もっとあれをブラッシュアップしようっていうのが、定期考査を。学習の振り返りを高めるというか、そそうれいうこは、となのだけど、この振り返りブームでは、それがあんまり話題になってないと。そうですね、フォーカスは当そうたっいてうないこでとすは、ね。言うことは要するに学習内容じゃないよってことなんですよね。態度、で学も、習内やっ容じゃぱなくて。態度の方じゃないですかね。そう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 。なるほど。